煙突から入ってきたのは女ストーカー？アメリカカリフォルニア州で10月19日、元交際相手の男性の家に侵入しようとした女が逮捕されました。午前3時ごろ、女は男性の家に煙突から侵入することを思い立ったようです。サンタクロースか。でも8フィートおよそ 2.4 メートル進んだところで身動きが取れなくなってしまいました。叫び声を聞いて近所の住民が通報。駆けつけた消防隊員が煙突を取り壊して救助を開始しました。煙突の中が滑りやすくなるよう洗剤を使って女を助け出したということです。現地の警察は女を即逮捕。女は不法侵入などの罪に問われています。侵入された家の男性によると、女とはネットで知り合ってごく短期間付き合っていたとのこと。また自宅に侵入されるのは今回で2回目だそうです。煙突から入ってくるのはサンタクロースだけにしてほしいものですね。トモニュース無料公式アプリが新登場、ダウンロードしてね。